皆さんこんこにちはオプショントレード普及協会の森屋ですさて、えー、今回の動画はですね日経225先物オプションの基礎講座、えー、デルタ編その2ということで、えー、デルタのですね今度は、まあ、デルタニュートラルの話をしていきたいと思います。えー、デルタニュートラルという考え方ですね、そして、えーまあ、戦略、具体的な戦略として、ストラドルやバタフライというのをご紹介します。えー、また、ストラングリやコンドルというものをまたこれもご紹介して。 えーまあ、オプションとミニをですね、えー、うまく使ってデルタをニュートラルにする作戦、これ、一体何をやっているのかとということですね見ていきたいと思います、はいえーまあ。ちょっとだけ復習も兼ねて、デルタプラス0.5のコールオプション、えー、今回、2万8000円の日経平均が2万8000円前後の時のコール2万8000円を考えていきます。 えー、ちょうど原資産がその権利行使価格に近い状態のオプションなのでこれはアットザマネー ATM という言います、えー、これデルタが0.5ということは日経平均が100円上昇するとオプション価格が50円上昇します、えー、緑のカーブですねこの緑のカーブがですねこのポートフォリオを組んだときこのコールオプションを買ったときの、えー、予想損益図になりますはい、えー、原資産日経平均が100円下落するとオプション価格は50円下落します このグラフ、緑のグラフからこれは分かりますね。はい、えー、このオプションを単体で買っている場合には、今計算したように、原資産が、えー、下落してしまえば、このコールオプションの価値っていうのも下がるわけですから、まあ、損失になるわけですね。ということは、このコールオプションを1枚買っている場合というのは、方向性のリスクを取っていることにもなります。相場が上昇すればうまく、いくし下がれば損が出るという状態ですね。はい、 でこの青いグラフを見れば最終的に満期において2万8000円を超えていなければ、えー、もうゼロラインこの,この横ばをです、ね、損失になりますね、えー、無価値になりますですから多少上昇してもです、ね、最初に支払った金額を超えなければ、えー、最終損益はマイナスになりますですからこの損益分岐点以上に上昇しないとだめだということですね。はい。えー コールオプションを使って説明することが多いんですが、えー、プットオプションはですね、えー、下落すると、えー、価格が上がるようになっていますね。よって、えー、デルタの値はマイナス0.5、マイナスがついています。コールオプションのちょうど裏返しなので、マイナス0.5というふうに考えるのは分かりやすいと思います。すなわち、えー、原資産が100円上昇すると、えーこのコール、このプットオプションの価格は50円下落しちゃいます。右側ですね。 この緑の緑右側に行きます一方で100円今度は上昇下落してくれれば今度は50円の利益が出ると、えー、オプションの世界では1000倍取引しますからその計算してくださいね、えー、5万円前後の変化が起こるということが分かりますこのプットオプションを単体で買っている場合には相場が原資産が上昇するとオプション価格が下落するので損失ということは、えー、まさに相場の方向性リスクを取っていることが分かりますね、えー、当然 えー、この原資産がもしピタリと止まる2万8000円を割り込んでなければ、えー、この横,横ばいのところですね全く無価値になりますから最初に支払った金額すべてを失うわけですそれに対して、えー、2万8000円割っておけば少しはですね回収できますがこの損益分岐点を超えて、えー、原資産が下がらなければ、えー、最終損益はマイナスになってしまいますそういった関係にありますこの、えー、コールとプットをですね両方合わせてみたらどうなるかっていうのが、えー、今回のまず最初の話なんですね えー、先ほどみたいにデルタプラス0.5のコールオプション、えー、相場が上昇してその行き分岐点を超えて上昇すれば無限大の利益が出ます一方で下がった時には、えー、まあ2 8000のところでこ折れ曲がるわけですから相場の下,下落においては損失は限定で一定,一定で進むわけです一方はプットオプションは逆ですよね、えー、下落すれば、まあ、無限大の利益が出る可能性がある 一方で上昇した場合には、えー、最初に支払った金額で損が止まるということです。ということは、この2つ合わせるとですね、まあ、このようにちょっと複雑な絵になりますが、最終的な絵としてはこの V 字になるんですね、V 字型。すなわち、相場が上昇すれば、プットオプションは途中から損が止まるので、最終的にコールオプションは利益が増えていくので、このように、えー、V 字のになるわけです。下落すれば今度はプットオプションは価値が無限大に上がっていくけれども、コールオプションの損失は途中で止まるので。 一定になっていくので、このように、えー、ある一定以上下落すすればです、ね、プラスが増えていく関係になりますこのように、えー、オプションはです、ね、この折れ曲がる、途中で,です、ね、損失が一定になる、最初に支払った金額以上に損しないっていう、その、えー、一方で、方向性が当たればです、ねえー、その方向性がぴったりならば、原資産の上昇、下落、同じレベルです利益が積み上がっていく、この差額がです、ね、こういった形の V 字のグラフを作り上げます。 先物なんかをですね両立てしても、えー、先物買って売って両立てすればこれは、えー、損も利益も出ませんよねところが、えー、オプションの場合にはこのコール28,000とプット28,000両方買えばこういう V 字になるわけですから相場がすごく上昇するあるいは相場がすごく下落すれば利益が出る可能性が出てくるグラフになりますつまり方向性をとっていないデルタニュートラルすなわちデルタプラスマイナスゼロですからねデルタ0.5のコールオプションとデルタマイナス0.5のオプションこれ合わせると、えー、ゼロになりますね えー、まさにデルタニュートラル方向性が関係なくなっているわけその時点では。はいそれを示したのがこのようなグラフになります。先ほどの、えーまあ、組み合わせたグラフをですね最終的な姿だけ取り出した絵になりますね。はい、えー、コール2万8000を190円で買っていてそしてプット2万8000を180円で買っていたという場面の絵なので、えー、この両方を足した金額である370円。 えー、ちょうどアットザマネ2万8000円っていうそのちょうど中心から370円上370円下ここがですね損益分岐点になるわけです自分が支払った金額以上に相場が上昇すればあるいは相場が下落すれば利益になる可能性があるということですということはこのようにデルタニュートラルにしたことで何をやってるかというと結局上がるか下がるかを予想する戦い方から原資産日経平均が あるレンジよりも大きく動くか動かないかを予想する戦い方に実はリスクの取り方が変わったということなんです、えー、レンジい、まあ、わば原資産の変動変動のことボラティリティと言いますよねですからこのボラティリティがい、まあ、わばオプション価格が示しているボラティリティよりも自分はもっと動くと考えるんであれば、えー、これを買えばいいわけですしいやそんなに動かないと思うんだったら売ればいいということになるわけですこういう戦い方ができるようになるわけですでこれは えー、通常の株を売ったり買ったりするだけ、先物を売ったり買ったりするだけでは実現できない戦い方ですよね。はい、さて、このように相場が、えー、上がるか下がるかを、まあ、脱却して、えー、株価の変動率が、まあ、オプションの払った金額よりももっと動くかそれとも手前で収まるのかこの勝負に変わったわけですから。 まあ、いわば方向性関係ないわけですよね。まあ、それでも動くか動かないかという予想をやっぱり実現しなきゃいけないとなるとちょっとご覧いただいて分かるようにです、ね、これ190円と180円払ったらですねもし万が一2万8000円ぴたりと止まっちゃった場合370円る1 0 0 0倍ですから37万円失いますそして、まあ、370円程度の上昇下落であれば、まあ、プラマイゼロですねで相当上昇したり相当下落しなければいけない そういったことになるわけなのでやはりこの損失は自分では引き受けられないよっていう場合は確かにこの上昇がすごければ無限の利益下落がすごければ大暴落すれば無限の利益になるんだけれども、まあ、この無限の上昇無限の下落はそう起こるものじゃありませんからほどほどでいいよということで、えー、外この2万8000のコールと2万 2万8000のプットを買って、そのアウト・オブ・ザ・マネーのオプション、例えば250円ほど外のですねコール2万8250の今度は売ってあげる、あるいはプット2万7750 250円下のプットオプションを売ってあげるとなると、グラフがこのような形で、ま、いわば無限の上の上昇、無限の下落によるこのオプットオプションの上昇を諦めて、利益も一定になる、こういった、えー、ポジションを組むことができます。ここれはですねこの グラフの形がですね、えー、蝶々が飛んでいる姿に見えるので、まあいわばバタフライなんて言い方をします、えー。コールドプット両方使ってこれを実現するものをですね、特にアイアンバタフライなんて言い方もされることがあります。えー、このことによってですね、えー、売りが入ってきますから、この最大損失が先ほどは三十七万円だったところが二十万円ぐらいまでですね、えー、減らせていることがわかるかと思います。 その代わり上昇したときの利益は5万円程度に少なくなっていますね。ただ、これ、先ほど見たデルタの定義ですね、の別の動画で言っているデルタの定義である到達確率という観点から見ると、このえ損益分岐点の部分ですね、ここあたりの、ですねえこの上は 28, 2万8202円が損益分岐点になってて、下は2万7798円、これが損益分岐点になってるわけですね。 えー、これは、ですねこのコールオプションのオプションのコールとプットの価格、えー、買ってるものから売ってるの引いた金額の支払い金額、それをですねちょうどこの2万8000から足してあげたり引いてあげると、この損益分岐点出るんですが、この 28, 200 2万8 2 0人ほどの、ですね、えー、のもしコールオプションがあったとすると、大体いいデルタが0.34ぐらいになりますから、当時の,あの、えー、オプション価格表を見ると0.34ぐらい、つまり34%の確率で、まあ、到達すると。 上にとと考えるることができるあるいは27,798というオプションはありませんがこれをまあちょっと計算すると大体0.32ぐらいになるのでこの27,798を割り込む確率は約32%ほどあるということがですねデルタの定義から分かります。ということはこのレンジの中に収まる確率は34%外に行く確率は合計で66%、まあ、ほどあるわけですから。 まあこの戦い方がい、ねえー、けるかどうかというのは自分でこの確率を見て考えればいいですし、えー、オプションの値付けでは34%だけど自分はえもっと外に確率はすごく高い内側に収まる確率はもっと低いと思えばです、ね、このポジションを取ればいいわけです、はい。先ほど見たようにレンジの内側に収まるか外に行くかという戦い方をするわけですからレンジの内側に収まるといいポジションというのは今度は売りで実現します。 はい、デルタ0.5のコールオプション先ほどから見ているコール2 8000を売った場合のグラフがこうなりますすなわち、えー、下落すれば受け取った190円が満額利益ですが上昇してしまうとですね、えー、無限の損失になるというちょうどオプションの買いと逆のグラフですね一方、ププットオプションデルタス0 5のプットオプションを売りますとグラフが先ほどのプットオプションと全く逆になって上下反転してですね、えー、上昇すればい、まあ、わばプットオプションの オプションはゼロになりますから、えーまあ、180円18万円の利益で固定しかし下落するとですね、えー、先ほどのプットの逆ですから買い,の買いの逆ですから損失が、えー、無限に膨らむとこの状態のものをです、ね、両方合わせますと合計デルタがプラ,マイプラスマイナスゼロになります、えー、まさにデルタニュートラルのポジションが出来上がる、えー、先ほどのちょうど買いと逆のです、ね、こうやって山形の、えー、グラフになるわけです つまり、原資産が一定のレンジ内にとどまれば利益が出る、このゼロラインより上が利益ですから、この利益になる形になるわけです。はい、さて、えー、このです、ねえー、損益分岐点は、ちょうど受け取った金額が370円でしたから、ど真ん中から370円上、370円下の範囲に収まれば、えー、利益です。 それ以上動いてしまうと損失になっていきます。そして動きがすごくとすごいことになるとどんどんどの損失が膨らんでいくというポジションです。ただこのポジションこのあたりですねこの損益分岐点付近のデルタを見ると大体プラスマイナス0.2程度なんですね。よってこのレンジ内にある確率っていうのはまあ、離れる確率、到達確率は 20%20% 20ですから中に収まる確率は60%ほどあると考えることできますね。ということは、えー、確率的には中に留まる可能性が高い。 そして今の相場環境だと動きが鈍いだろうと思うんであればこのようなポジションを取ってですねこの内側に収まるというところを取りに行くことができるわけです。ただ、これは確かに確率は60%で勝率は高いですが、えー、もし万が一ズドンといったときにはですねこれは大変なことになりますね。さて、えー、このようにですね中に収まる確率が高いとはいええーまあ、すごい上昇してしまったりすごい下落したときには大変なことになりますから。 外のですすねオプションを買ってあげるとということします例えば今2万8000ちょうどど真ん中なので、まあ、1000円上のです、ね、2万9000円のコールオプション買ってあげる下はです、ね、2万7000円のプットオプション買ってあげるとどうなるかということですそうしますとですねこのようなグラフになるわけですねちょうど先ほどの買い、えーまあのポジションのちょうど反転したような形でこういう山があるけれども最大損失はここで固定されるという状態になりますでこのような状態を作ればですね 無限の損失は、まあ、防げるということで多少安心感出てきますね先ほどよりもですね勝率は下がりますリスクが下がっているので勝率も下がります、えー、この買いを入れたために支払いが発生してますから、えー、内側のこの損益分岐点がですねちょっと手前に来てしまいます、えー、上は2万8355下はですね、えー、2万7645ということで少しだけ利益になる幅が狭くなってますね はい、えー、デルタから考えるとこの間、だいたい56%ほど利益が出る可能性があります。ですから、えー、この場合、ですね自分が相場が今後動かないだろうと思った時に仕掛ける、そして万が一、えー、予想が外れてもですね最大損は、えー、固定するという戦い方なんですね。えー、これもですね形が蝶々の形、中が本体で、この横が羽のように見て、ですねバタフライなんて言いう方をします。 えー、続いてデルタニュートラルをですね、えー、実現する方法としてはまた別の方法ですね、えー、もあります先ほどから見てるようにデルタニュートラルということは相場が、えーまあ、ある一定範囲に収まるのかそれとも収まらないのかその株価の変動量をですね取引してるわけですねだからこれボラティリティトレードというわけなんですけどもレンジトレードボラティリティトレードなんですがであればもうちょっと単純にですね 上はどこまで行くか下はどこまで行くかというそういった、えー、いわばデルタを用いてですねその範囲を決める作戦も考えられますよね例えばこれ左側のコールオプション右がプットオプションですけどもデルタ0.1を見るわけですデルタ0.1ということはそこまで行く確率は10%あるということはその内側に収まる確率は90%あるということがわかりますよね 一方で、プットオプション、プット2万4375を見ると、これ0.1、マイナス0.1になりますから、2万4375を下回る確率は、えー、10.9%、逆に言うと2万4375よりも上にある確率は90%もあるんだということは分かります。このように、到達確率が低いところを打ってあげるとどうなるか、こういう絵が出てきます。すなわち、えー、この折れ曲がっているところがです、ね、上が、えー、2万7500円のところです。 で、下のこの折れ曲がっているところ、これが2万4000円なんです。すなわちこの右側に行く確率が10%下に行く確率も10%でした。ということは、中に収まる確率はまあ、80%程度あることになりますね。はい、そしてこのまあ、そこを超えてもですね。受け取りがある分、131円受け取りがある分ですね、えー、この折れ曲がったところ。でももう少し上に行っても。 えー、もうちょっと下に行ってもですね損益分岐点はもうちょっと外になるわけです。でこの損益分岐点の間に収まる確率はその131円分ありますから、えー、83%ここに収まるということがデルタからわかります、えー。ですからすごい勝率が高いポジションが出来上がるわけですね。自分の勘でやるのもいいですがこういったデルタを用いてですね、えー、考えるそしてデルタがニュートラルになるように上と下のデルタが同じものを 売ってあげるそうすることでこのような、えー、レンジの中に収まる勝率の高い戦い方ができるわけです。ただ、これ、あのー、売ってる方が圧倒的に有利だったらおかしいので実は勝率は高いけれども利益はこの131円13万1000円で固定なんですね。ということは勝率が、えー、残りの17%は、まあ、損が出るということはこの17%の確率でその13万1000円と同じぐらいの損失が出ることを示しています。 ということは、えー、17%で損失が平均期待値が131になるということは負けるときはすごく負けてしまうことを意味しますそもそもオプションの売りというのは、えー、勝率は高いけれども負けたとき大きく負けるのが構造上そうなっているということを抑、えー、えておいていただきたいと思います、はい、ただ今デルタを用いてですね、缶、えー、ではなくてそのレンジを自分で決めるときの一助にするということはできるかもしれないですね、はい、さて えー、今のはですね、デルタというのを使いましたが、まああのー、チャートを見てですね、上は例えば1500円、えー、ぐらい話しておけばいいだろう下も1500円話しておいて3000円の幅を見ればなんとかなるだろうというような考え方をする人もいるかもしれません。えー、デルタでではなくてですね、ね。原子産からの距離を使う考え方ももあるかもしれません、ね ただこれもですね、その1500円が安全なのかどうなのかっていうことは分かりません、えー、距離の問題ではなくて、自分の相場感がその1500円を決めたというふうに考えてください。えー、原資産が1万円だったときの1500円と、原資産が例えば4万円のときの1500円では全然違いますから、このあたりですね、デルタを使った場合には、もう少しですね、原資産の変動や時、えー、あるいはその今の相場状況も踏まえた数字なので、デルタを使う方がですね、えー、そういった指標を、まあ、うまく反映された数字になっています。えー、このように絶対的な、 価格で,です、ね、決めるのは、まああのー、相場感を使っているということに他なりません。はい、1500円離れたところの例えばコール2万7 6 2 5円売ってあげるそしてプット2万4 6 2 5円売ってあげるという形で、えー、ポジションを取るとですねデルタを見るとちょっとだけデルタがこう残っちゃいますから完全なるデルタニュートラルではないですね。はい 今、1500円に固定しましたが例えば、えー、上のレンジは2万8000円だろう下は、えー、2万4000円だろうということでこの2万8000円、2万4000円というのを使うという考え方もあります。はいえー、今の事例としては、ね、1500円上、1500円下を打った形になるのポジションですね。これもショートストラングルという名前がついています。えー、こののようにに、ね、レンジの中に収まる確率が高い、 ポジションではあるんですがその分、外に行ったときに大きく負ける可能性がある絵をしていますね。はい今回、ですね受け取りが151円ありましたので、えー、この損益分岐点の内側に収まる確率は約81%ほど、えー、になっている可能性がありますね。なお、えー、プットとコールのデルタが同じではないですから若干デルタが残ってしまっています。 えー、この傾きがちょっと右肩上がりになっているということはデルタが若干今の段階ではプラスになっているということです。このように、えー、絶対的な金額で決めてしまうとデルタがきれいに消えるわけじゃありませんがでも最終的にはこの内側に収まれば勝ち外行けば負けという形で、えー、いわゆる、えー、ボラティリティトレードのポジションということになります。さて今のようなポジションというのは確かに勝率は高かったんですが大きく動いたときに すごいやられ方をしますよね。そそこでですね、先ほどのあのー、まあストラドルの時と同じようにですね、外を買ってあげるとどうなるかということをちょっと考えてみましょう。えー、動かないことを予想します。そして、まあいわば動かない確率と外に行く場合の確率をうまく調整するために今回はデルタ0.25付近を売ってあげるということをまず考えます。 コール側のデルタ0.25のオプション、2万6875のコールオプションを売ります。下は2 25, 万5250のプットオプションを売ります。こ,のこれが俺この上の角ですね。ただ、それだと最大損失無限大ですから、その外を買ってあげて、ですね、い、まあ、わばこう損を固定します。そうすると、まあ、125円外をそれぞれ買いますと、グラフがこのような円、えー、になるわけです。 これはですね先ほどの蝶々蝶々はこの本体こうとんがってましたけども今回こ体が大きいのでい、えーまあ、わばコンドルなんて言い方をします、えー、オプションをコールとプット両方使ってこの形を実現するや,るやつを特にアイアンコンドルなんて言い方をすることもありますさてこのポジションはですね、えー、160円で コールを売って200円でプットを売った360円の受け取りがあったその範囲内で115円のコールを買って175円のプットを買ったので、えー、最終的に受け取りが70円残ってるわけですですから最大の支払いは125円幅外行った時に5万5千円失います何もなければ内側に収まれば7万円の利益が残りますそしてこのポジションはこの折れ曲がったところですねこここのの折れれ曲がったところまでのこれはあのいわゆる、えー コールとプットの売ってるところのデルタを見れば、約50%ほどの、えー、期待、まあと、中に収まる確率は50%ほどということがデルタから分かります。一方で、この外を買ってますから、その外のオプションのデルタを見れば、その外に行く確率、合計で45%ということが分かります。ということは、この斜めのところですね、ここに収まる部分というのは約5%、2.5%ほどあるわけですね、それぞれが。で、この斜めのところは多分、まあ、期待値引き分けに近いとなると、 えーまあ、7万円の50%の期待値そして、えー、5万5,000円失う可能性があるポジションの45%の、えーまあ、計画率を計算すればこれはもしかしたらですね期待値的にもややプラスで取り出せてる可能性があるそういった面白い戦い方ができるわけです逆に内側に収まるよりも外に離れるだろうというふうに考えたければですねこのようにえー 例えばコールの2万7875を買ってそして、えー、その外の2万8000を、えーまあ、売ると逆にフット側は2万7000を買ってそして2万6875を売るとそういった形でこういった今度は逆側のポジションも作れますでこれはですね内側に収まれば負けで外行けば勝ちですねで、えー、内側に収まる確率の方が高いですしかしながら外に行った方がですね えー、確率は低いけれども利益が多い大きいわけですね。ということはこれ相場が自分は変動して外に行く可能性が高いと思っているんであればこのポジション自体の期待値も若干プラスで取り出せている可能性があるので、えー、こういったポジションをもし組めたらですねこれはあの相場が変動すればよかったしなければ負けですけども若干自分にとっては戦いやすいポジションじゃないでしょうか。このような、えー、戦い方もできるわけですね。こののように相場の まあ内側に収まるのか外にいくのかということをですねオプションをうまく利用してですねえ戦うことができるこれはまさに相場の上がる下がる関係ないデルタは関係ない戦い方だということです相場がど,どれだけ動くのか動かないのかこれを取引しているわけですねはいそしてですねえ最初に見たコールを買ってプットを買うアットザマネのコールを買ってプットを買うというのをですねロングストラドルと言いましたがこれはですねえーこの こののコール、ね、2万6125を買って、プットの2万6125を買ってそう、こういったグラフが出来上がる、その V 字のグラフが出来上がるわけですけれども、実はこれはですね、えー、ミニで合成できます。コール2万6125を買って、プット2万6125を買って、それはですね実はコールを2枚買って、そのこ,のこのコールね、コール二2枚買って、ミニを10枚売ってあげる、またはプットを2枚買って、ミニを10枚買ってあげればですね合成できます。この 上はコールを2枚買ってミニを10枚売った姿なんですが、下は、えー、とそのコールオプションとプットオプション、両方買ってる場合ですね、ちょうど見ていただきたいのが、まあ、デルタはですね、ほぼ消してますから、ゼロに近いですよね。で、それ以外の数字を見ていただきたいんですけれども、このガンマやベガやセータっていうのは、シータっていうのは別に今はあの気にしなくていいんですが、このリスクがですね、ほぼ一緒なんです。この数値がほぼ一緒なんです。つまりこれは、えー、合成できてる、複製できてる。 となると結局オプション使ってオプションのデルタをミニで消すっていうポジションを取れば常にこのような、まあ、レンジのトレードができるようになるということなんですね例えば、えー、コール26,750デルタ0.3のですね、えー、コールを使っていわ、まあ、ばデルタニュートラルポジションを作ってみようと考える場合には、えー、ミニをですね3枚ほど売ればいいことがわかりますねそうすればきれいに消えます ととなると右のグラフ見ていただきたいんですがこの緑というのがポジション組んだ時の絵ですよねちょうど今デルタニュートラルにしてますから、えーまあ、いわばこうお椀の底のとこですね、えー、そこ瞬間は相場が上がっても下がっても、えー、利益が出ない状態、えー、ただですね最終的にはこの青の V 字になりますからこの相場の変動が小さかったら最終的には損失になります で、上は2 7330を超えていけば利益ですし、下は2万5400を割り込んでいけば利益ということで、相場がこれから先すごく動くだろうと思うときにこのポジションを取ってみると、えー、このようにですね、えー、上がっても下がっても、まあ、利益が出る可能性があるポジションが作れます。ただし、それはあくまでも動くか動かないかにおいて、動く方のリスクを取った、まあ、動く方にかけたわけですから、動かなかったときには負けということです。この相場の変動が小さいと損失になってしまいます。はい。 えー、デルタをですね、えー、うまく消すといってもですね若干グラフにあの違いが出てきます。例えば、えー、先ほど今、コール0.3を見たときにはこの右側にですねこの最大損のこの山がの頂点、の V の頂点きます。デルタ0.5のちょうどど真ん中を使えば綺麗な V 字ですね、左右対称の形になります。一方で、プット側を使いますとちょっとだけ左に寄りますね。なので、えー プットを使えばいいのかそれともコールを使えばいいのかってことで迷ったときには自分の相場感を考えてです、ね、このレンジがどっち,ちょっと左側によるのか右側によるのかそれをですね自分なりに考えてですね、えー、どっちを使うのか考えます、えー、ちょうどど真ん中でやりたければこのように、えー、アットザマネーのオプションを使えば綺麗な部位になりますいいですねはいでこのデルタを消すという発想はですね さまざまなポジション、本当に具体いろんなこう組み合わせてです、ね、ポジションを作ってみて、そして最終的にデルタが出てきた、そのデルタを右できれいに消してあげるってやると、ですね今の瞬間、デルタがゼロというポジションを作れます。例えばこれはですね、まあ、このポジションの内容はさておき、プットの2万5500を例えば今回で言うと、えー、買ってですね、2万6750のコールオプションを売ったと。そうすると、デルタがですね、えー、全部で。 えー、マイナス0.6になりましたのでこれをですねミニを6枚買うことでゼロにするそうするとその瞬間傾きゼロのポジションが出来上がるということで、えー、面白い戦い方でいきますねこのようにオプションはですね、えー、ポジション組んだ後に、えー、方向性リスク消したいそこでミニを当てて消すそういった、えー、ことができるこういったデルタニュートラルに持ち込むためにデルタを一旦取り出してそしてデルタを見てそれに必要なミニを当てるということを考えるわけなんですね。 はい、えー、ということでまとめましょう今回のポイントはデルタニュートラルにするって一体何してるのかということなんですこれは上がるか下がるかを予想する戦い方から脱却して、えー、原資産経平均がレンジよりも大きく動くか動かないかを予想する戦い方になるということです、えー、レンジトレード、えー、株価の変動量をト,リトレードするということでボラティリティトレードと言ってもいいでしょう、えー、オプションが折り込んでる株価変動量 それと、えー、実際の株価変動量がどっちが大きいのかを考えるわけです。どっちが小さいのかを考えるわけです。レンジの外に行くことを予想すればですね、デルタニュートラルにしてオプション買いで攻めてはいけばいい、えー。レンジ内を予想するんであればデルタニュートラルにしてオプション売ればいいということです。その組み合わせ方としてはアットザマネーを使って両方を使えばストラドルと呼ばれます。買えばロングストラドル、売ればショートストラドル。そしてその外にですね、買いでヘッジする、売りでヘッジする、外のオプションを使えばこれがバタフライになります。 アットザマネーではなくてアウトオブザマネーを使った場合がストラングルと呼ばれていますストラングルというのは、えー、そのレンジ内に収まると考える場合はショートストラ,ッドストラングル外に行くと思えばロングストラングルと言いますそ,その外にですねオプションをさらに使えば、えー、コンドルになりますそして究極的にはオプションをいろいろ売ったり買ったりして出てきたデルタをミニでヘッジするというような形も、えー、取れます この3番のような形がです、ね、オプションの戦略としてはですね、このミニが存在する理由としてもですね、オプションのデルタを消すためにあるというふうに考えてもいいかもしれません。はい、このようにですねデルタニュートラルにすることによって満期型で考えた時にはその相場が動くか動かないかをトレードしするんだということですねこれをぜひ理解していただきたいと思います。